はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年11月の10日水曜日、現在時刻が18時45分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。本日のマーケットですが、昨夜のアメリカ株式市場、ニューヨークダウは反落、ナスダックは12営業日ぶりの反落となりました。一方、本日の東京株式市場日経平均株価ですが、こちらは4日続落ということでございます。株式相場ですね、アメリカ株式市場は高値警戒感、日経平均株価の方は上値の重い展開が続いているという感じですね。一方、仮想通貨市場ですが、昨日史上最高値を更新いたしましたビットコイン、イーサリアムですが、今日はですね、高値からの軽い調整局面となっております。それではね、まず昨日のアメリカ株式市場ニューヨークダウの、ね、指数から見ていきたいと思いますが、ニューヨークダウは112ドル安でした。 0.31% 下落、そしてナスダックは 95.81 ポイントと 0.6% 下落ということでですね、ナスダック久しぶりの大きな下げという感じですね。ナスダックですけどもね、実に12営業日ぶりの反落ということで、ここまでね高値更新が続いていたんですが、さすがにですね過熱感がねあるかなということで、昨日はね反落となりました。個別の銘柄で見ていきますと、電気自動車のテスラですね、テスラ株が 12% 安とですね、大きく売り込まれました。テスラのね最高経営責任者でありますイーロン・マスク氏、イーロン・マスク CEO がですね、テスラ株、保有しているテスラ株の 10% を売却するということでありまして、崩るというね報道がありまして、まあ、この思惑からですねテスラ株、昨日は売り込まれてしまいました。イーロン・マスク氏ですけれども、先週末からですねツイッター上で自身が保有しているテスラ株の 10% を売却するべきかどうかというね投票をねツイッター上でね行っておりました。まあ、その結果ですね、テスラ株の 10% 売却に賛同する声がですね結果的に多かったということでですね、まあこのね、指示に従うということを、まあ、ツイッターでツイートしてですね改めてね表明したんですが、まあ、そういう思惑もありですねテスラ株売却で売られました。ただですね、昨日週明けのアメリカ株式市場の段階ではですね、テスラ株まあ 4%という下落だったんですが、まあ、そこまで、ね、売り込まれなかったんですが、昨日はですね大きく 12% 下落ということでですね、まあ、この報道があってからですねまたかなり売り込まれているかなというところでありますね。このイーロン・マスク CEO が保有しているテスラ株の 10% というのがね、まあ、2兆円規模になるということで、かなりの売り圧力になるということでございます。まあ、テスラ株ですね、大きく売り込まれたんですが、また本日ですねどういう動きになるか注目でございます。ニューヨークダウなんですけれども、まあ、昨日はですね、大きな銘柄が下がってしまって、ダウも反落でありますし、ナスダックも、ね、反落ということでありましたので、かなり、ね、売られました。やっぱりですね、まあ、ちょっとね高値、ここまで高値更新が続いていたので、さすがに過熱感あるかなというところもありますね。そういうこともありまして、個別の銘柄で言いますと、長期金利がですね、一時今低下している 1.4% 台までね低下しているというところで、金融株ですね、金融株であったりですね、景気敏感株などもね売られる展開となりましたね。あと一方、その一方でですね、まあ、原油が上がっているというところで、石油関連株とかいうところはね買われているというところもありました。あとハイテク株ですけれどもね、昨日はさすがにガーファムも売られたというところもありましたね。そういう展開でございました。まあ、今日ね、またテスラ株の動きにかなり左右されると思いますので、本日のねテスラ株が下げ止まるかどうかというところがね注目かと思います。そして本日の東京株式市場日経平均株価ですが、今日は、ね、178円安と 0.61%、ね、日経平均株価は、ね、続落いたしました。4日続落ということで、日経平均株価はですねなかなか、
3万円を前にしてですね、上値の重い展開が続いておりますね。まあでもそれでもなんとか2万9000円台は維持しているんですが、ちょっとなんか上に行くのは今なかなかちょっとエネルギーが足りないかなという感じですね。また今日はね、アジアの方の株もね、上海総合指数や香港ハンセン指数などもね、下落したということで、今日は下げ幅一時200円を、ね、超える場面もありました。まあ、その一方でですね、まあ、企業の決算発表を受けた、ね、個別の銘柄買われるという動きなどもありましたね。今日はですね、日産自動車やね、NTT データなどが、ね、大きく、ね、上昇いたしましたね。今日の東証一部ですけれども、全体のですね、1213銘柄が値下がりということで、 56% が値下がりで、値上がりはまあ873銘柄だったという展開でしたね。そういう株式相場の動きでございました。一方、仮想通貨市場ですが、現在18時51分現在、ビットコインの価格は754万5千円ということで、昨日と比べると 1.75% 下落ということとなっておりますね。ビットコインですが、昨日ね、最高値を更新いたしまして、現在はですね、そこから多少軽い調整局面ということとなっております。でですね、ビットコイン仮想通貨市場ですね、今大きくお金が流れ込んでおりまして、特にですね、ビットコインの先物 ETF ですね、これがね、承認されたわけなんですが、直近8週間でですね、この流入額が28億ドルとね、大きく伸びてるということですね。で、年初来の流入額は過去最高の64億ドルに達したということで、今仮想通貨市場ですね、やっぱりすごくこうお金がね、流れ込んできてるということですね。で、資産別で見てみますと、ポルカドットがですね、過去最高の週間流入を記録したということ。で、あとトロンですね、TROM のトロンが過去7週間で7万9000ドルが流入となっているということで、アルトコインにもですね、かなり大きくお金が入ってきているということがありますね。そういうね、活況な仮想通貨市場でありますが、今日はですね、ビットコイン、760万円という数字をですね、突破いたしまして、過去最高値をね、記録したんですが、ビットコイン ETF がね、先物 ETF がこれが堅調であるということで、今ね、メタバースというね、仮想空間ですけども、こちらが今ね、注目されているということで、仮想空間と仮想通貨、すごくね、連動性がね、高いということもありまして、こちらもね、お金が集まってきているということで、非常に今仮想通貨市場活況であるということがね、言えるかなと思います。ではですね、仮想通貨個別の、ね、銘柄の価格帯を見ていきたいと思いますが、ビットコイン18時53分現在754万4000円ということでね、昨日と比べると 1.76% 上昇、下落となっております。小幅であるがありますが、下落ということですね。ドル建てで見ていきますと、ビットコインで、ね、6万6000ドルですね、現在ですね、6万6000ドルで推移しております。この6万6千ドルという数字ですが、前回のですね、高値、史上最高値の数字でありましたので、ここら辺をですね、維持していればですね、また再び、史上最高値更新にね、いつでもトライできるといういい位置につけていると思いますね。史上最高値が6万8千ドルですのでね、少し今下落しているところですね。イーサリアムは53万2千円ということで 1.54% 下落となっております。イーサリアムはドル建てで言いますと4706ドルということですね。イーサリアムも史上最高値が4800ドル付近ですのでね、今現在もいい位置につけてですね、高値更新をね、狙い続ける、いいポジションにつけていると思われます。その他ですね、主要なアルトコインなどを見ていきますと、今日はですね、大体軟調な動き、バイナンスコインは 0.37% 下落しておりますね。カルダナエダは 0.93% 下落、小幅ではありますけどね、下落。ソラナはですね、2.2% 下落しておりますね。ソラナは 2% 台の下落。リップル、XRP がですね、現在140円、1.38% 下落ですね。今スウェールがね、行われておりますが、注目のリップル現在は 1.86% 下落とですね、そんなに売り込まれてないという状況でございます。
ポルカドットは 2.72% 下落しておりますね。同時コインは 2.91% 下落とですね。柴犬コインは 5.28% 下落ということですね。柴犬は 5% ちょっと下落きついんですが、まあ、その他の銘柄に関しましてはそんな大きな下落はないというところもありますね。で中で個別の銘柄で上げているところで言いますと、モナコインですね。モナコイン198円 7%、 7% 上昇となっておりますし、ファクトムはね、200円、4.9%、5% 前後でね、上昇となっておりますね。あと、ステラルーメン45円で 3% 上昇ですね。そうですね、まあ、そんなね、今日はね、大きな動きはないというところ、まあ、ビットコインキャッシュがね、7万8000で 4%、4.1% 上昇しておりますね。あとの銘柄で見ていきますと、ネムはね23円 1.28% 下落です、そして BAT、昨日結構ありましたベーシックアテンショントークンですが、今日はね 2.58% 下落ということで133円で、 IOST は 5.8円、6円切って今 1.98%、ね、93% 下落となっておりますね。でエンジンコインは357円、エンジンコインは 1.29% 上昇。そしてイーサリアムクラシックは6980円、1.05% イーサリアムクラシックは上昇しておりますね。でパレットトークンは48円、パレットトークン 3% 下落ということですね。まあ、今日はねビットコインが 1.69% 下落、イーサリアムも 1.7% 下落と、まあ、小幅な下落で、アルトコインに関しましても、まあ、今日はですね、まあ、まちまちではありますが小幅な動きであるというところですね。まあ、いずれにしてもですね、今仮想通貨市場お金が非常に流れ込んできております。これがですね年末に向けて、どういう風になっていくか、そしてね来年2022年ですね、また来年2022年になりますと、いよいよますますですねこのね仮想通貨市場というのは活況になっていくんじゃないかなと思われますね。今DeFi であったり NFT であったりですね、すごく新しい、イノベーションがですね起こっておりますしね。でメタバースというところがね、今仮想空間がねこれが活況となってまた出てきておりますので、非常にですね盛り上がる要素がね多いかなというところがありますね。これからねまた今後の動き、仮想通貨市場注目でございます。今日はですね、そういう感じで国内の方でですね、今日はね、岸田首相がね第101代の首相にですね、選出されました。自民党の岸田文雄氏ですけれども、第101代首相にですね、選出されたということですね。第2次岸田内閣が発足されるということですね。で今日はね東京都の方の感染者数はね25人ということでございました。14日連続で、ね、30人以下ということでございます。はい、以上本日はですね2021年11月の10日水曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。